うん、じゃあやっていきましょう。で、今日から巨人ね。巨人戦を頑張っていきましょうか。甲子園球場です。ベースボールファンの皆さん、こんばんは。阪神タイガース対読売ジャイアンツ。13回戦の模様をこれからご覧いただきます。連勝中のタイガース、ジャイアンツを迎えての3連戦。この放送の解説は、田尾康さん、広木智弘。巨人戦なんだけど、雨でね、2試合流れてしまって、まあ今日で終わりかな。まあ後でどっかよくわかんないところに雨天中止になったのを放り込まれるんだろうね。能見は頑張ってくれるんでしょうか。で、坂本が危ないんで、あ、見ていけ、あ、これ合ってんな、よくないな。これは走ってくるのかな。走ってくる。お、おいしい。牽制はでもあんまりないからいいよね。いい絵が撮れたんじゃないでしょうか。で、矢野もね、意外とホームラン打ってくるんで、これはポテンヒットかな。ちょっとあれだね、よくないね。これは一塁ね。オッケーオッケー、無理はしない。これはもうフォアボールでいいけどね。オッケー、頑張った。このピンチ三振で完璧に抑えました。さあもう一回今のシーンです。1回の表が終了、ジャイアンツ0点で攻撃を終了しました。代わって守りますジャイアンツの先発ピッチャートーン、今シーズンの登板数が13となっています。タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏タイガース、ここぐらいはちょっと打ちたいよね。赤星、まずは塁に出たいところ。頑張ってくれんかな。お、いいよ、いい当たり。右へ持っていきます。ライト線に上がっています。フェア、ライト線、これはフェア。2塁に行って、で誰だっけ、シュータかな。シュータが久しぶりに登場なんで頑張ってくれるんじゃないでしょうか。あ、ダメか。お、これラッキーだね。まあまあいいんじゃないか。進塁出して金本が弾き返して1点と。ダメか。タイムリー出ないとな。あんまり良くねえな。そしてこの回の先頭、イ・スンヨク、ノーミー、この試合先発で登板し、勝ちました。まあ変化球でしたけど、ノーミー頑張ってくんねえかな。セカンドフライに終わりました。そしてバッター、やっぱなんだかんだで左の方が抑えるのかな。今のボールは良くない。三塁打はやべえな今の。そうですね、バッターはきっちりゴロ。これはちょっと変えた方がいいな。最初のバッターは、あ、合っちゃった。じゃんけん合ってもうた。終わった。ここでホームランが出ましたか。2点先制します。このまま優位に進めていくのか。打順が移ります。脇谷、いやー、じゃんけんバッチリ合っちゃったね。今のはまあ俺が悪いな。ピッチャーに回り、ガッと空振り三振、スリーアウトチェンジ。今のプレーをもう一度見て、さあタイガース、まあ点が入ったんでね、点が入る流れ、相手の終わったかな。毎回
気合が入ってますよね。どこ打っとんねんお前。すんげえ打ち方したね今ね。強烈な当たり、あっと一塁間、抑えた、一塁に送ります。アウト、アウトです。そしてブラちゃんもちょっと、いやでもな、なんだかんだで打ってるからな、まだ打っていった、ライン際はどうか、取った、一塁へ、一塁、これは余裕があります、アウトです。打順はプチュアート頼む、頑張ってくれ。今日最初のバッターボックスです。ダメっぽいな。タイガース3人で攻撃を終了しています。3回の表ジャイアンツの攻撃、この回から打順は2打席目となっています。坂本3回、あんまり今日点取れなさそうだよね。左へ取りました。これでワンアウト。どうしようかな。どうでしょうか。矢野、右のバッターボックスに入っています。だからピッチャーが交代してくれればワンチャンあるかな。打って取りました。これで2アウト。正面オッケー。一塁送球、これは一塁アウトで3アウトチェンジです。ちょっと落ち着いたかな。2点を追いかけます。打率を気にしながらの打席です。まあ、今は打率より目の前の投手に集中ですよ。どこかで数字も意識。お、飛んでったよこれ。あー、ダメか。追っていく、これでアウトが1つ。意外と飛んでなかったね。この回はワンアウトになっています。これで落ちました。これはセンター、これも一緒かな。結構飛んでんだけどね。飛んでる方向が良くないと。空振り三振、スリーアウトチェンジ。さて試合は2点差のまま4回に入っています。4回の表ジャイアンツの攻撃、バッターラミレス打席に入ります。まあ、こんなことをやりながら気づけば2024年になってんのかな。早いもんでね。ボールのばらつきありますけど、要所要所でいい球が来ますね。まあなんで今シーズン阪神ね、2連覇をやってほしいんでね、頑張ってほしいよね。今シーズンはどうなんだろうね。青柳とかがいい感じでやってくれるのかどうかだよね。まあとか言いながらね、なんだかんだで発症してたからな。大事なところで頑張ってくれればいいよね。飛んでたよこれ。取れる？取れないんだ。シュート頑張ったね。で、金本がホームランと。よくないね。お、飛んでったよこれ。これ結構飛んでってない？いいねいいね。アライが頑張った。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。結構飛んでったね。レイブラちゃんがもう一発ホームランと。おお、いいね、渋い当たりしたね。おじいちゃん頑張って、頑張れ。さあこれはどうか。これは本塁タッチアウト、ピッチャーゴロに終わっています。よくないな。そして打順が変わります。次はさあ同点のチャンス、その一振りで追いつく。ファーボールなんだ。このファーボールで満塁となります。取りたいんで勝負。まあ、ヘッドが重く感じられる時がシーズンに。ホームラン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 、いけ。お、飛んでてないこれ。結構飛んでたよ。本当に打つやついたわ。そしてバッター、いやーすごいね。
ドリジャーにやるね。8番に置いといてよかったな。気の抜けないゲームが続いていきます。そうですね、そういうゲームは我慢比べですね。5回の表、あ、こんな感じでね、リアルでももっとホームランがね見たいよね。スイングアウト三振。そして次の8番ワキ、来シーズンじゃない、今シーズンはだから阿部監督だよね。阿部監督がどんな野球をしてくるのか。これだからな、ライトがな、スチュワートなんで三塁打になるんだよね、これね。これまずいよな。ちょっと待って、守備力 G なんだよね、さすがに良くないよね。どうしようかな、柴田、あ、でもな、な、困った時は平野なんだよな。なんか今日ライト多いから、もう変えておく、置きましょう。さあ、タイガース、守備の変更がありました。平野、ライトの守備につきます。これバントか。え、スクイズすんのこれ。やらないよね。やんのこれ。いやー、チャンスできてんですよね。はい、やんのこれ。やらないよね。ピッチャーに打たれるんじゃないって思う。何やってんだよ。ここが勝負。もうちょっと投げろって。OK。で、あとはまあ、ゴロでも打ってもらって終わればいいんじゃないか。今日は5回途中までを投げてストライクが入りません。このフォアボールで何やってんのお前。得点のお膳立てはできました。小笠原、ランナーを返すバッティングとなるんでしょうか。出したフォアボールの数は2となっています。高いボールを置きました。ピッチャーの正面ストップします。セカンドランナーは3塁です。え、これ何回だっけ。5回だよね。もうちょっと頑張らんかな。まずはインハイで体を起こしてから外で攻めていきたいですね。かなりバッターがタイガースファンでいっぱいの甲子園球場から、なんと鋭い打球だ。打球はセカンドへ。これは一塁に行きました。ノーミダメか。ダメっぽいね。これどこまでダメになるんだろう。抑えるかな。ああ、やっぱダメなんだノーミ。そうか、じゃあ変えるか。安藤と先発変えるかな。ノーミー、お前かっこいいわ。ようやったなお前。いいよいいよ、これ面白いね。今のバッティングなんですが、赤尾さん、今のはね、ちょっと変化球が甘く来てんですよ。ですね、4点を追加します。この回8点目、リードは一気に5点となりました。この一発はどんな影響を与えるでしょうか。そうですね、いや、どうもないよ。そしてバッターは8番、あれだね、先発が変わるってだけかな。ローテーションが変わるよ。取って、これで3アウト。さあ、タイガース、まあ、ノーミーよく頑張った。タイガースの攻撃、この回はトップから始まっていきます。赤星、いや、満塁ホームラン2回見れるってなかなかないよね。面白いよね。2本目のヒット、マルチを記録しました。そして打順が変わります。シュート、シュート頑張れ。ダメか。そうですね、絞りすぎてもダメですよ。金本も今日はバットしてないのかな。おお、飛んでた飛んでた。お祭り騒ぎになってきたね。いいね、楽しいな。
新井も頑張れ。ホームラン、ホームラン、みんなホームラン打てばいいんだって。盛り上がっていこうよ。サードゴロに終わりました。さあ、どんなイメージで打席に入ったでしょうか。そうですね、狙うボールも飛ばす方向も、おお、ライトへ上がった。ワンバウンドヒット。ヒットはいらないって、ホームランでいいんだって。ここでノムさんがタチコーンと、お、渋い当たりすんね。まあでも足が遅いんだよね。ここで頑張ってくんないかな。平野、いけ。やっぱり平野なんだよなーっていう。あー、惜しいな。残念。週間ぶりのマウンドということになります。しっかり抑えてくるんでしょうか。さらに右バッターボックスに入ります。あ、飛んでってないこれ。飛んでった？ホームラン？ホームランではないと。レフト越えていった。中継のショートへ。ツーベースヒット。残念。いや、変化球だったんですけどね。よく。これは狙われてんのかな。おお、飛んでった。今日はダメっぽいね。やべえな。今の変化球にしっかりとついていってんですよね。はい、2点を追加、5点差に広げました。そしてバッターは2番。これはちょっと今日巨人が当たってんね。を許しています。今度もいい当たり。こういう時はもう諦めるしかねえな。どうしようもないからな。誰が投げても打たれるんでね。そして次のバッターとなります、小笠原。左のボックス、早めに選手変えていくかな。いやでもな、雨で流れてるから疲れてないんだよな、みんな。ここら辺がちょっとな、もったいないよな。めっちゃ飛んでくよね。アッティソンダメなのか。なんか調子良さそうなんで、変えてみたんだけど、あんまり良くないっぽいの。おお、まあ良くないね。結構ホームラン出てるよね。 1,2,3,4,5 本ぐらい打ってんのかな。もう1本ぐらい打ちで見たいよね。誰か打たないかな。まあ負けるときはね、豪快に負けた方がいいよね。腕、ホームラン、ホームラン、ダメ。あー、でも赤星ももういいや。柴田浩平と変えましょう。怪我が怖いんでね。 だからな、ブラゼルも変えといた方がいいかな。うん、頑張った。さあ、タイガース守備が変わります。それぞれが守備位置についています。7回の表、ジャイアンツの攻撃、低いボール。まあ、前回っていうか、さっきちょっとボール高かったよね。まあ基本的にアッチソンってボール高いよな。ダメか。使えるかなと思ったけどダメっぽいね。脇谷、今日のゲームは1回出塁しています。あっと打ちました。ダイです。ちょっと変化球に詰まりましたね。いやでもまあ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 、センターフライに倒れました。イニングをね、消化してもらえればそれでいいんだよ。取れる。おお、やったね。でシューターはまあ頑張ってもらいましょうか。正面か、惜しいね。頑張れ頑張れ。もう一本ぐらい打たないかな。お、いい当たり。ここでヒットが出ました。この
だからな、リアルのな、もうちょっとホームラン見たいよね。サトテルが30本ぐらい超え出したら、いよいよ来るよね。あともう一人ぐらい、誰か。まあだから甲子園でなーって広いもんね、なんだかんだで。いやでもな、金本とか40本とか打ってたよね。そう考えると頑張ってほしいよな。まあ金本と比べるのはちょっとあれか、ここか。お、飛んでったよこれ、入るこれ。やべえな。ボールが落ち着いてますよ。もうダメなんだ。役に立たないなお前。じゃあ誰にしようかな。しょうがないな。渡辺さん頼む。勝ち試合で出したいんだけど。いや、いい球投げるわ。やっぱ渡辺さん、いい球投げるよね。ああ、ちょっと高いよ。危ねえな。褒めたら危ねえっていうね。いいとこ投げる、いいとこ投げる。いいね。やっぱこれだよな。だからアッチソンはやっぱダメか。もうちょっと頑張ってくれるかなと思ったんだけどね。やってほしいんだけどな。いいバッティング。今日は鳥谷いいね、調子いいね。じゃあ誰かホームラン打ってもらいましょうか。あ、イクローちゃんやる。イクロちゃんやってくれんじゃない。ここでね、ベンチ動きましたね。さあタイガース、ここはこの人に任せます。代打です。まあフォアボールでもいいよ。この場面でのバッティングはどうでしょうか。今シーズン許したヒットの数は64。おお、飛んでった、飛んでったよ、飛んでったよ。イクローちゃんいいね。なんだ、コーチか、フォアボール。打て打て、お前ら打てばいいんだって。見てるから俺は。打て、おっしゃ、いいよ。あー、正面か。惜しいんだけどな。ああ、勢いいいね。いいよいいよ、悪くない悪くない。当たれば飛んでいく。ロバート頑張れ。いやー、そっちか。まあいいでしょう。いやー、今日なんかおかしいね。この場面で4番手のピッチャーとなります。エンゼルス3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。やれるか。9回の表、ジャイアンツの攻撃、先頭のバッター亀井。お前何をやっとんの。ノーアウトからデッドボールのランナーを出しました。もう本当にどうしようもねえな。エンゼルス監督の期待に応え、ノーアウトでランナーを出しています。さあファーストランナーがスタート。バッター打たない、セーフ、盗塁成功。
ここはバットで結果を残したい場面。盗塁か。もういいよいいよ。打たれるなら打たれろもう。5度目のバッターボックスに入っています。高いボールを打ちました。取って一塁へ、一塁アウト。ランナー三塁です。左がな。頼られる人がいないんだよね。前みたいな人がいなくなっちゃったんだよな。あーピンチヒッターですよ。誰誰でもいいよこれホームラン打ってくるからな、危ないんだよね。さあジャイアンツ前線初日、まずはリードを取って、お助かった。どうやら得点にはなりません。今のはね変化球を引っ掛け、なんとかなりましたね。緊張感を持続しながらのきつい試合が続きます。クルーン来た、クルーン。ここで3番手ピッチャーを出します。やれやれ、打てばいいんだって。みんなホームラン、やれやれ。何をやってんの。さあ長打を期待していきたい。いや豪快なバッティングで、まあ無理か打てないよな、そう簡単には打てねえよな。抑えた、一塁に送ります。一塁アウト、サードゴロに終わっています。次のバッターです、キラン。ここでゲームダメかね。8回の前の打席、これは落ちるボール。お、頑張ったね、平野。ツーアウトから塁に出ます。センターへのヒットが出ました。しぶとく行こうよ。そして8番に回ります。取りた、取れたね。取れたね。ボールを打った、宇宙間へ。おー、いいよ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 。ファーストランナー、セカンドベースを蹴った。打ったバッターはセカンドへ。ファーストランナー、今、3塁を回った。お前ら頑張ったな。お、いい球投げるね。13対11。このしぶといのいいよね。頑張れ、頑張れ。もう一度見てみましょう。そして打順はピッチャーとなります、野原さんやってみる。さあタイガース、ここで代打を告げました。まあ、ここはね勝負いくでしょう。いい顔してるんだよね、いい眉毛してるんで、やってくれるんじゃないかな。野原、得点のシーンを演出できるんでしょう。ホームラン、ホームラン、やれ。お、ファーボール、ファーボール。お、飛んでった、飛んでったよ、飛んでったよ。いやセット。13対11、3連戦の第1戦はジャイアンツ、タイガースを破りました。この3連戦最初のゲームを勝っています。コール、これで今シーズンの勝ち星を4としています。